そう、パス受けてからだね。それを受けたボールが、トラップが弾いてたら、そう、取られるわけです。だから、取られないようになるために、ボールコントロールのトレーニングしたいといけない。だから、ボール見なくても、コントロールできるような技術がなかったらダメだってことです。そういうことです。いつも、自分の利き足になる。そういうこと。それは自然にできないといけない。ここでボールを持ってます。いいよ。